じゃあいただきます。あ、まずね、カメラのこっち側がいる人が楽しそうにしてるのは大事ですよね、はい、今できてなかったですかね。いやいや、はい、そんなことないですよこれでも音をどうしましょう。そのまま、いいかな。これ難しいですよ。やりすぎるとね、こういいとか、そうですよね、うん、淡々と淡々と喋っててもいいのかな。うん、どうしましょう。でも、あ、うまいですね。もう10分が経ちました。いや、全然と2分か。これは全部でしたっけ。じゃあ、YouTube に残りどれぐらいこれが続くのが出てくる、ね、なんか怒るのかな、どうでしょうね、うん、起きない。あれ、ちょっと待って、俺ツイッターの方がいいだった気がします。前撮っていいですか。はい、見せると思う。ふかしってずっとうまいっすね。ああ、飽きてくるもんですか。まだ全然ない。うん、まだあるけど中は甘くないっすね。あ、外は、うん、外が甘いっすね。見ながらこう食べる、こう見る対象物になるんですね。こう多分見ません、食べる見ないですか。確かに、そんなの見つめながら食べるまじまじと見ないなと思って。ああ、確かに。こうテレビ見ながら食べたりとか、なんかしながら食べますので、こう向き合うっていう。
うん、甘いな。持ってる2倍甘いっす。相当甘いイメージありますけど、和菓子って甘い、甘いっすね、こんな。中自体はどんな味なんですか？白いと。先に外食うともう全部甘いですね。なんか甘くないんじゃないですかね。まあ、ずっと口の中甘いから分かんないですね。あんま味しないかもしれないですね。満腹感とかはないですか？ない、まだ、うん、すごいないですね。すごいな。昔ってお腹たまるんですかね。ああ、確かにね。グッとくる瞬間も、あ、結構水いきます。水分が、漬物食いたいな。やっぱしょっぱいもん。甘いの。大食いとかやったらね、全然ないんですけど、別に、うん、時間が決まってますんで、うん、なんだろうなって、うん、30分ふかし食うって、うん、初めてですね、うん、そりゃそうですけどね。大食いでもなんかこう食べ
ちぎりですね、目標もない、目標はないですよね、うん、ただただ甘いなって思ってますけど、うん、やっぱ端っこが甘いですか、端っこが甘くない、こんなに東と東のこと考えたことなかったっすね、うん、今は10分ぐらいですか、そうですね、今は10分ぐらいですね、お腹いっぱいではないですよね、それすごいですね、お腹いっぱいっていうよりも塩を舐めたいですね、うん、お腹いっぱいなのかな、あと20分ぐらいですけど、残り何本ぐらいいけそうですか、しょうがない、今何本ぐらいいったんですかね、チャレンジしてないんで数えてもないです、 5分ぐらい、5本食ったとして、うん、まだでもあと10本はいけんのかね、10本食ったらちょうど終わりぐらいの時間なんですかね、10本、10分か、残りのお茶とも調整していかないと。そういう、そうか、そういう、そうか、そういうのもあるんですよ。そういうのがあります。飲むんじゃなかったの最初じゃ。軽いんですよ、うん、軽いんですけど甘さが凝縮してますよね、うん、袋見たいです。袋は見たいです。じゃあ袋。三度塗り。一度塗りでいいな。四本で377カロリーありますよ。あ、ちょっと見ない方がよかった。すごいな。3度じゃないな、2で
したんです。2ですね。あ、でもちょっと気持ち楽になったじゃないですか、じゃあ。そうか、2度塗りか、3じゃないのが、とはなん、なんないですよね。うん、15分ぐらいです。お、一気にペースが落ちましたね。一気にちょっと落ちちゃいました。やっぱ満腹感があるんですか。満腹感じゃないんですよね。なんだろう、なんなんだろう。味じゃないですか。味ね。黒砂糖。黒砂糖。そうですね。黒糖と蜂蜜です。すごい。黒焼酎、黒焼酎。撮影中。あ、でも大丈夫大丈夫。似合うね。チャレンジじゃないんですけど、ただこれもあれ、あのさっきのやつの別バージョンですか。そうです、はい、それだったらいけそうだね。でもね、え、さっきのパンよりはスカスカしてる。ああ、そう思われますか。うん。なんか顔も心なしか、なんすかね、いい感じ。汗が出ますね。出てるね。うん、タイムが上がったんでしょうね、甘いもの食べて。体に来てるんだね。でもきつくはないんですよね。うん、ね、でも汗結構出てます、ね。うん、きつくないですか、ね。暑いんですよね。うん、でもスカスカしてるからね。うん、ふがしはそう、ね。ふがしだから。餃子セットってあるじゃないですか。あ、チャーハンセットの餃子が3つぐらいあるやつあるじゃないですか。あの餃子を食いたいですね。塩っ気の、塩っ気を食いたいですね。そうか、汗かいて体からどんどん塩分も出ていってます。すごいですね。カロリーメイトの代わりにこれ食えば十分な。いや、違いますけど。
ホームページの情報は見ます？情報いらない。なんかあります？まあ、あの綺麗に撮られてる写真あ、そうですか。ふがしの綺麗な写真はもういいっす、はい、大丈夫っす、はい、ふがしの綺麗な写真か。より高食欲が出ていけるかもしれない。ああ、綺麗な写真でどう撮られてると思います？ちなみに、え、ふがしの綺麗な写真をどうえぇ、3本こうなんか斜めから撮ってるじゃないですか重ねて2本こうして1本を乗せて。正解見ます？正解一応見ますかあ、それ斬新だな。それなかったな。やっぱでも1本ですね。うん、1本ですね。勝ってるって感じはしますね。ああ、うん、なるほどね。もう10分切ってますね、残り。もう8分とかですね。うん、ペースこそ落ちてますけど、うん、何本食ったんだろうなペースが落ちてますね。うん、やっぱ大食いでもないっていう状態が辛いですかね。辛いん、なんですか。僕ふがしがすごく好きですっていうではないじゃないですか。はい、なんだろうな、虚無減ってなくないですかおかしくない。そうですね、これ減ってなかったらもうちょっと怖いですねへー、新鮮味がないですね、ずっと食ってると。多少やっぱりあれですね、うん、込み上がってくるものが取り上げられますね。あります。これでもなんかもう平立派な人でちょっと怖いですもんね半分に割ってみるか。ああ、すごい新鮮味が全然なかったえ、見たことないですか？見たことないですけど、見たことない、いや見たことありますよそっからスタートするっていうのは、うん、違うんですか？やっぱ違うかなって思いますね
甘さやっぱずっとくるんですかね。甘いですよ、最初から甘いですよ、うん、だって甘いですもん甘いものですもんここまでの甘いもんだと思わなかったですね。ふがしってふがしって口で溶けるイメージあると思うんですけど、もう頬痛いです。30分間ぐらい食ってますか、ずっと。へえ、いろんな発見があるな。2時ですね、今すごいな、夜中2時に。夜中2時の夜食にふがし、へえ。でも満足感あります。夜中がいっぱいとかじゃなくて、うん、食べた、なんか食べたって気になりますよ、うん、これ、お腹減って寝れないって人、これ食えばいいじゃない。あ、今もあんま食べたくないっていう感情もありますよ。そうない、もう嫌だって感じはないですね。あ、別にこのまま1時間になろうか、お腹がいっぱいだって感じではないですね。なんだろう、じゃあ無限に一応このままでもいけるっていう。一回だから30分ごとに塩を飲んでたってことですよね。なんかうまいもん、なんか甘いものじゃない、なんかうまみと塩味になるものを置いて食いたいですね。ちょっと溜まってきたもん。ちょっと次外します。はい、意外にお腹たまんないですね、うん、楽勝。楽勝でもないんですよね、うん、なんだろう。ごちそうさまでした。